アウディはカルロス・サインツのインスタグラムへのコメントを通じて、2026年のモータースポーツへの参戦においてカルロス・サインツを検討していることを示唆した。現在、サインツはフェラーリとの契約を有しているが、これが2024年末に期限切れとなる。アウディはこのタイミングでサインツとの契約に興味を持っており、彼を注目のドライバーと位置づけているようだ。一層興味深いのは、サインツの父親が最近、 アウディ RSQ トロンでのダカールラリーで勝利を収め、ドイツチームにとって初のダカールタイトルを獲得したことだ。これはサインツカとアウディの関係が強いことを示唆しており、フェラーリのサインツが新たなキャリアに進む際にアウディが誘惑の要因となる可能性がある。アウディのソーシャルメディアチームはサインツジュニアがダカールラリーの勝利に関する投稿に対してなんてことだ。という簡潔なコメントを残した。この反応は サインツとアウディの関係が注目されていることを示している。報道によれば、アウディは、すでに、2026年の参戦に向けて動き始めており、パワーユニットの開発などが進行中だ。一方で、ザウバーの現在のドライバーである、バルテリ・ボッタスも、すでに、アウディのシートを獲得するために、強気な姿勢を見せている。そして、もう、一つのシートについては、未だに決まっておらず、チーム代表の座をめぐる競争も激化している。 これによりアウディの2026年のモータースポーツ参戦には注目が集まっている。コメント2026年から参戦予定のアウディのシートへの興味は高まるばかりですがサインツの注目度は高いですね。サインツの親父さんがアウディでダカールラリーを勝つのもその一つでしょうしサインツが SNS に投稿しアウディが返答することも。